皆さんどうも、キョンスケです。今回またまた1対1で使えるスキルを2つ紹介していきたいと思います。いや1対1好きだね、俺。ちょっと一人寂しいから、はい、どうも、キョンスケチャンネルのお時間です。そっから始めなくていいわ。今日さ、またスキル紹介していきたいんだけどさ、はいはいはい、今までさ、なんか、まあ、ドリブルとかさ、うん、クロスオーバー、シャムゴットとかさ、クロスジャズとかさ、うん、アタック系だったじゃん、うん、ドライブにさ、うん、こいつ、うん、今日ちょっと、やっぱ俺と言ったら言語的にはさ、まあ、ドリブルもだし、シュートも。そう、シュートじゃん、うん、だからシュートを、まあ簡単に打てるような、こう1対1で使えるものをやっていきたいと思います。みんな待ってたんじゃないの。これ結構紹介しようか迷ったんだけど、おシャドウ、シャドウ、シャドウ、まあまあこれはちょっと後で実践でやるんで、シャドウ、はいはい、で、もう一つがシャドウからパンチドリブル、シャドウパンチ、シャドウパンチ、この2つを紹介していきたいと思います。それでは、はい、どうぞ。シャドウって何かって言ったら、普通、まあ、ドリブルしててシュートを打つとき、キャッチして打つよね、キャッチ、これは普通にキャッチしてシュートを打つんだけど、まあ、こうフルアウト、ディフェンスに勢いつけてディフェンスが下がるところにフルアウト打つんだけど、シャドウっていうのはボールに手を添える、まあ、いろんなシャドウの仕方あるんだけど、ディフェンスをこう惑わすためにいつでもシュート打つんだよっていう、こういろんなシャドウ、ヘジテーション使う時とかでも使えるし、自分がもしシュートが自信あるんだったら常にシュートを狙うけど、ディフェンスからしたらシュートめっちゃ怖い、まあ、シャドウっていうのは手をゴールに、そういうこれだけでもディフェンスからしたら怖いよ、ね、シャドウで、シャドウのポイント2つ、一つは最初からこうボールを見てんじゃなくてリングも見る、ドリブル中にリングを見ながら同時に添える。首から行くディフェンサーいないけど、ただこうやってやるんじゃなくて、まあもちろんね、ディフェンスの足があるやつは、まあ、これだけでも反応するかもしれないけど、しっかりシュート打つんだよ、手を添えるしっかりリングを見る。もう一つは足を広げてシャドウしても意味ない、シュートを打つためには、まあ自分のねシュートのステップがあると思うんだけど、そのステップを入れてあげる。これだったらこうやってこう打つんだけど、右だったらこうやって打ったりするから、ちょっと添えて添える、この2つ意識してやってみましょう。で、実際1対1とかでたくさん使ってみてください。こうやってやってる間にただわーってドリブルだけついてるじゃなくて、これだけで反応するから、ちょっとでも、で、手の添え方はいろいろあります。こう、カットしたり、ここにこう、添えたり、右でもしドリブルついてんだったら、右手の下にボールこう持ってたら、左手を下に添えてあげたりとか、左だったら、シュートの、シュートハンド、
添えながら右だったら本当にとかいろんなシャドウがあるんで、皆さんこのシャドウ使ってみてください。続いてシャドウからパンチドリップ、シャドウパンチ。さっきやったシャドウ、まあ引っかかんない人もいます。まあどうしてそのまあドライブ読んでくるディフェンスもいます。だからこそシャドウを使って落としてドライブに行く、ドライブに行く。でやっぱディフェンスはドライブを止めるので必死だから、このパンチドリブルをしっかり距離をつく、間合いをつく。シャドウパン、シャドウした後に、まあ、もちろんねレッグスルーとかでもいいんだけど、シャドウの方がこっち側に重心あるから多分レッグよりも速いから、ここでディフェンスをしっかり窓出してシャドウしてドライブしてパンチストップ。逆だったらしっかりシャドウしてパンチストップ。この時のポイント、もちろんシャドウの後体が浮いてたらディフェンスも怖くないから、シャドウした後にしっかりドライブに行く。シャドウの後これが一つ目、シャドウの後、早く。ただシャドウを適当にやったらディフェンスも怖くない。シャドウをしっかりして、シャドウフェイントにも使えるね。シャドウした後に逆行ったりとか使える。で二つ目、シャドウの後をドライブしたらオフハンドの手。まあ俺は結構こういう感じであんまり押したら鳴るからあんまり押さないんだけど、まあ一番いいのはこう落としたらこうだね、あまり突き出さない、しっかりここで。で俺はバックステップする。シャドウした後とか、あまり強く押したらチャージングになるから、シャドウしたらディフェンスの前しっかり見て目線、シュート強っていう目線、しっかり狙う。これがシャドウパンチです。シャドウで気をつけること、目線でしっかり自分のシュートのステップを入れて手を添える。 OK ですか。シャドウパンチはしっかりシャドウしたらドライブ行ったらオフハンドでディフェンスの距離を空ける。シャドウしたらパンチストップ、シャドウ、そしてシャドウパンチ。皆さん覚えてください。これね、なかなか実践で使えると思うのでぜひ使ってみてください。シャドウね、シャドウ、シャドウ、シャドウ。はい、本日のスキル、シャドウ、シャドウパンチ。まあシャドウしてパンチストップでしっかり止まる、この2つやっていったんですけど、まあ、実際、これは1対1だけじゃなくても、まあ、いろんなところでいろんな場面で使えると思うので、あの細かいね、まあ、ちょっとした分解練習も載せてるので見て学んでやってみてください。俺もああいう分解練習やって実際の試合とか1対1で使えるようになったので、皆さんぜひ
試してみてください。それではこの動画が良かったと思う人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ヘバナ。I wonder It's 君は貴族の You want more ここじゃない場所